皆さんこんにちは、勇者です。いつもありがとうございます。ラッキー装備召喚の返金騒ぎがありましたね。まあ、ミスリル返品と言いますか。はい、私ですね、まあ、配信の中で引いたんで、まあ、僕的にはラッキー、本当のラッキー装備召喚になってしまいました。もしね、引いてない方いたら本当すいません。ちょっとだいぶ得しましたね。はい、ちなみに前回、その、配信の中で引いたガチャで出たのがこの3つです。これ、レッドスコルピオン、マイティガード、ピスティスマイティガード、で、ユーナのケイオスロッド。これはまあ被りなんですけど、これと、あとは、スノーの突撃スピリッツと、この3つをまあほぼ無料でいただいたと。はい、ヘイスガが欲しかったので、キスティスがすごく嬉しかったんですよね。で、やったーと、まあ、当たりだと思ってたら、もう本当の大当たりですね。これをタダでもらえております。はい。本当に申し訳ございません。ただ、ありがとうございます。はい。ということで、再び帰ってきましたので、もう一度当然引きます。半額で、消費札1個確定は美味しいので、もちろん使ってしまいます、ミスリルはね。はい。では、いきます。まあ、もう正直、これはもうおまけのおまけみたいな感じなんで、もう何が出てもいいんで、はい。まあ別にこだわらず、というかまあまあまあ、ね、いろんなものが出る召喚なので、まあこだわらず。嬉しいのは、そうですね、防御力アップとか、魔法バリア付きのなんか必殺技が嬉しいですけど、まあまあよくは言いません。よくは言いません。まあ別に何でもいいです。はい。うん。一個でいいよ。全然一個でいいよ。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。金がすごい。金の数がすんごい。嬉しいわー。これめちゃくちゃ嬉しいな。おし。金のいいの来い。元いいの来い。ああ、鱗取りか。さあ、一個目。弓。なんでしょうね。あんま見たことない弓やな。剣、これもあんま知らんな。まあでも両方とも多分超必殺であることに変わりはないはずなので見てみましょうか。はい、まずアルテミスの弓、魔力アップと敵全体に4回連続の強力な雷属性魔法攻撃、ほう、2の武器か。へー、マリアさんですね。で、あ、バッシュや。バッシュの、おお、分身じゃないか。分身じゃないか。ありがとうございます。はいはいはい。魔法バリアが欲しいって言ってて、物理バリアの方が来ましたね。はい。敵単体に6回連続の強力な遠距離物理攻撃プラス、味方全体を分身させ、物理攻撃を1回防ぐと。まあ、バッシュですね。まあ、使い時はかなりありそう。というか今回は正直金がいっぱい出たのですごく嬉しいです。はい。ということで、ラッキー装備召喚。ラッキー装備召喚でございました。はい。引けなかった方、本当にごめんなさい。私、ラッキー装備召喚で5つ消費札補給しております。では、ありがとうございました。